1916年、6月より始まった孫武における戦いは連合国の攻勢続きであった。8月までに連合国はドイツ側第1陣地および第2陣地の一部を占領したものの、ドイツ側の抵抗は激しく、攻撃は思ったように進んでいなかった。そこで連合国は秘密裏に開発した新兵器を投入。水槽と名付けられたその鋼鉄の塊はゆっくりとドイツ軍人として進軍した行ったのであった。60両もの水槽が投入される予定だったが、故障などが相次ぎ、結果として稼働できたのが18両。攻勢が始まった後さらに重なるトラブルによって結果的にドイツ軍人地に侵入できたのはわずか5両のみ。ただドイツ側は鉄条網を踏み倒し突撃してくる鋼鉄の塊に混乱を起こし、この日の戦闘では連合国側は作戦目標の占領に成功。トラブルが相次ぎ投入できた数が少なく、水槽がどのような役割を果たしたかは数値には表せないものの、この後の戦いにおいてこれら水槽は大きな役割を果たしたり果たさなかったりするかもしれない。ゆっくりやで。冒頭の茶番はさておき、解説を始めます。冒頭のクソ茶番からもわかるように戦車の登場は戦い方を変えた。今までは塹壕に突撃してくる歩兵を機関銃でなぎ倒せばよかったが、対処方法がわからない鋼鉄の塊が突撃してくるのは当時の兵士にとっては恐怖でしかないだろう。機関銃手も彼が放つ弾丸が虚しく跳ね返るのを見てることしかできない。まあ初戦ではクソ雑魚だった戦車群はドイツ軍にとっては大きな脅威であった。当然ここにおいて対戦車兵器の開発が急務となる。では対戦車兵器が開発されるまで、現場の兵士はどう対応していたのだろうか。手榴弾の弾頭を複数束ねた収束手榴弾や梱包爆薬で肉薄するしかないのである。梱包爆薬はまだしも収束手榴弾については威力が単純計算で7倍になるものの、所詮は対人兵器、リタイア機関部などといった弱点に命中させなければ効果は期待できなかった。ちなみに手榴弾1個に弾頭9個くくりつけた凶器みたいな収束手榴弾もあったりなかったり。そしてもう一つの方法がある。野砲による直射である。とここで少し直射について解説する。通常砲兵は目標を目視でなく、地図上であらかじめ決められた地点に向けて砲撃する。それとは異なり、目標を視認しそのまま砲撃することを直射という。野砲による直射はそれなりに有効ではあるものの、直射の命中率はそれなりのものであったが、突撃してくる敵歩兵の排除もしなければならないので仕事が増えるのである。それとは別に指揮系統の関係もあり野砲による直射は完璧な対戦車戦術とは言い難い。野砲による直射の英雄的な話を挙げると、戦友が全員戦死する中でたった一人で砲を操作し敵戦車に砲撃を加えたドイツ将校がおり、彼は後に侵攻してきた英軍により砲にへばりついて戦死しているのが見つかっており、彼の行為に感激した英軍は彼の名前を知ろうと探したものの結局わからずじまいだった。これとは別に、カンブレイの戦いにおいてテオドール、クユーガーというドイツ軍人が、最高で5両もしくは9両もしくは16両の戦車を野砲を用いて撃破したとされている。彼については資料を見る限り実在はしていたらしいが、戦果については諸説ある。また先ほど紹介した戦死したドイツ将校と同一人物かどうかも不明である。ちなみにテオドール、クリューガーはイギリス軍の捕虜になったとされている。現場の努力によって戦車は撃破できる、しかし確実ではない。そこでドイツ軍は手っ取り早く戦車を撃破できる兵器を開発した。軽弾である。既存の小銃でも使える鉄鋼弾である。小銃用の鉄鋼弾は機関銃や野砲の防順をぶち抜くためにすでに存在していたが、まあそれはさておき、性能として800メートル先の1センチほどの交番を打ち抜けるかどうかの性能であり、
当時のイギリス軍戦車、マーク1の装甲をギリギリ撃ち抜けるほどのものであった。性能としては微妙なものではあったが、万獣の考えでは既存の兵器でも使える点この兵器の利点であると思う。実戦において敵戦車の装甲を撃ち抜けた事例がいくつか上がっている。しかしイギリス軍もこの鉄鋼弾に対抗した。装甲圧を12ミリに変更したマーク4戦車を前線に投入したのである。マーク1戦車の最大装甲圧が12ミリというのはさておき、鋼板の質を変えたとかなんとかで軽弾が通用しなくなっていた。おそらく至近距離ではぶち抜けるかと思われるが、遠距離から撃破できないことには意味がないので、より強力な対戦車兵器が開発されることとなった。13.2 ミリ天空ウンドフリーガーマウザー弾とそれを使用した機関銃である。天空はそのまま戦車を意味するが、フリーガーは飛行機を意味するので開発当初は飛行機に対しても使うつもりだっただろうか。1917年6月の目線の戦いにてマーク4戦車に遭遇したことを受け、同年10月に弾薬とそれを使用する機関銃の開発が進められた。ただ機関銃の方は開発が遅れに遅れ、1918年8月13日に正式採用されたものの終戦までに製造できたのはわずか50門。計画では1919年1月から4000門製造するつもりだったらしいがどうやってやるんですかね。ちなみに性能としては100メートル先の20ミリの鋼板を貫通できたという。この機関銃とは別に同じ銃弾を使用した単発対戦車銃をマウザー社に依頼していた。え、なんでかって？機関銃の開発がナメクジの速度だからだよ。ちなみにマウザー社に依頼が出されたのは機関銃が開発されてからわずか1ヶ月後だったりする。まあなんやかんやあって開発されたのがマウザー M1918 である。構造としては従来の小銃をそのまま拡大させたもので、性能は100メートル先の26ミリ。この世から抹消すべき諸悪の根源であるヤード、ポンド法に換算すると1インチの鋼板を貫通でき、当時のイギリス軍戦車を相手するのには十分であった。ただ構造が簡単な分、反動を軽減できる機構がなく、多くの車種は射撃後に頭痛や吐き気を訴え、中には鎖骨を骨折した者もいた。とまあ、使用するだけで風邪をひいたようになり、カルシウムを摂取しなければならなくなるが、この世界初の対戦車銃となる兵器はそれなりに有効であった。これらの兵器の他に、早期から野砲や歩兵砲、三砲用の対戦車鉄鋼弾が配備されていた。貫徹力が30ミリと有効なものもあり、性能としては申し分なかった。長々と続けるのもあれなのでここら辺で終わりにするよ。ご視聴、ありがとうございました。